学生を見れば反戦主義者だろうって因縁をつけるくせに、モビルスーツさえろくに扱えないんだから。あのチタンズって許せないな。大体地球生まれだけで編成された部隊に何ができるんだ。親父のコンピューターからデータを盗み出しておいたから動かせるけど、やめなさい。坊やのいじれるものじゃないでしょ。エマ注意は外に出て行ってください。3号機のマーク2には、ロベルトはどうした。交代するぞ。どうした、ついてこないのか。いえ、行きます。モビルスーツを盗んだんですから。スーツを盗みに来て、お袋が殺されたことも知らないんだ。来た。神様がいるって信じたくなった。母さんはチターンズに殺されたんだぞ。小鳥のようにカプセルの中に入ったまま殺されたんだよ。接触回線で聞こえたでしょ。やるのかい。はい、明日には地球におります。ブレックス提督の意向なんだな。そうですけど、ジャブローは空からの偵察だけでは分かりませんよ。急ぎすぎ。ジャブローって地球連邦軍の本拠地があるところだろう。聞いていたの。いえ、地球に降りちゃうんですか。
レコーさん。聞いていたんじゃないか。忘れました。すぐに会えるわよ。あ、婚外はしませんよ。ん？隊員にお尻を触られてたの。ああ。違うぞ。はい。美味しかったわ。食事には全力を注いでいますからね。私はブリッジに上がる。例のものは見せていいんですね。エマ注意は納得したがっている。了解です。Thank you.
まま離陸する。このまま距離もあるし、こいつは軽い。捕まってしまっていたか。最悪のケースのようだ。昨日教えた通り、カツはホモアプスで脱出しろ。はい。ジーナじゃないんだ。それにあの人は一年戦争の時のシャアのライバル、アムロレイだ。シャア！使えない。ピッコリにもガイドが来たって。ああ。ガイドって何なんです？クラシックな飛行機でドッキングする。
ミーユもクッションになってやれ。機体が安定しないんだ。アウド村の近くに来すぎたんだよ。さすがアムロレイダー、優しく抱いたな。いや、あのタイミングでペラを止めたパイロットは大したものだよ。違うのは制服だけじゃない。約束も守れない連中なんだ。クリエル、フォー、一緒にアウド村に行こう。あそこに私の記憶がある。フォー、孤独は嫌。わからないでしょ。フォー、リアスは土台を使う。やるぞ。イエス、あの光、ミーユか。アムロレイ隊員だ。私を苦しめるために作られたのか。そうなのか。嫌いった。おう、君は戦っちゃいけないんだ。思い出なんだ。そう、わかるか。僕はカミーユだ。フォー、聞こえるか。わかっているんだ。フォー、開けてくれ。フォー、私は記憶が欲しいの。自分のことをもっと知りたい。なら出てくるんだ。マーク2を倒せば記憶を戻してくれるって。
人間を機械にしようという連中の言うことを信じるのか。私が機械？機械なの？今はね、研究所で直せなかったものがお前なんかに。うわっ！神は私のことを知ったんだ。知っている人がいてくれるから生きていけるんだろう。なら敵になるのをやめて私に優しくしてよ。うわっ！もういじめられたくないんだ。僕は両親が殺されるのを見たんだ。ついこの間のことだ。でもね、そういうことも何もかも方には知っていてもらいたいって思って。知るって、知ったって、そんなこと知ったってどうなるっていうの。父も母も技術者なんだけど、バカだったんだよ。スタンプとエウーマの違いも分からずに、技術開発に無我夢中でさ。だから、僕は一人で放っておかれたから。そりゃ、ハイスクールでは好きにやっていたさ。それでもね、僕はハイスクール前から父に愛人がいることを知っていたんだ。ガールフレンドが大人の香水を使うのが好きで、父のシャツに同じ香水の匂いがしてたから。父の愛人のことを全く問題にしていなかったんだ。なぜだと思う？なぜ？母は仕事が面白かったのさ。仕事の邪魔をされないのが母の喜びなんだから。僕のことはお隣さんのファー任せだったんだ。うるさい子でね。うるさい子？爪を噛むな、両手をちゃんと洗え、パンツを取り替えてるかって。俺って何を話してんだ。カミーユって名前、今でも好き。とっくに好きさ、自分の名前になっているもの。そう、私も好き。カミーユ美だ。お互いの居場所に戻りましょう。ここはあなたにはふさわしくない。本気なのか、フォー。フォー、出て行って、もういい。フォー、でも今度近づいたら本当に撃つわ。いいわね。忘れないで済むというもの。時に何を？あ、大尉、いえね、植物のもしゃもしゃした感じが急に嫌になったんですよ。相談がある。すぐにブリーフィングルームに行きます。いや、いいんだ。君に直接頼みたいことでね。また危険な任務ですか？百式のメガバズーカランチャーを強化したのは知ってるだろう。エネルギーパックはモビルスーツ1機分必要ですよね。うん、そのパックにメタスを使いたいんだ。シロッコを狙撃するんですか？わかるか？すごいな、うん、条件があります。条件？15分後に出る。はい。サングラスは外してくれなかった。あれがクワトロ隊か。百式とメタスはコースから外れる。
ガンダム以下は左右上下に展開しろ。カミーユ、メガバズーカランチャーの出戦場には入るなよ。光が見えた。レコア少尉、頼む。はい。目標が大きいとは言うのに。よろしいですか。はい。うん。エネルギー充填。そちらでも確認はできていますね。できてる。な、なまじ大きいと一発で致命傷というわけにいかんが問題だ。プレッシャーだと。グラフィックデータを信じるしかないが、このプレッシャーがアプティマスシロックのものなら。シロックのプレッシャー、自らのターゲットを示したと見る。死体がよく持ったな、ガンダム。ゼータガンダムと言います。若いな、少年。カミーユ・ヴィランと言います。正規兵ではないのだろう。はい。それが百式か。そうだ。ようやく迎えに来ることができた。堂々していただく。しゃ、この世界を何だと思っているんだ。ザビ家の正当な後継者、ミネバザビであります。まだあんな年だというのに担ぎ出したのか。ジオン滅亡後、アステロイドベルトの中で育てた子が結局は地球圏へ戻ってきて、アクシズともども元ジオン公国のザビ家の亡霊どもに利用される。はまん感銘。サングラスの方、ミネバ様の前。2歳の時のことを覚えていらっしゃいますか。
しょ。勝負するとはこのキュベレーを見くびるなんて。そんなものでいつまでも避けられるかい。サイキック
ジェリノか。動きすぎたな。戦場ではしゃぐから、はしゃいじゃうから、そういう風になっちゃうんでしょう。お調子者が。スーツを盗みに来て、お袋が殺されたことも知らないんだ。来た。神様がいるって信じたくなった。母さんはチターンズに殺されたんだぞ。小鳥のようにカプセルの中に入ったまま殺されたんだよ。接触回線で聞こえたんです。動かせるけど。やめなさい。坊やのいじれるものじゃないでしょ。エマ注意は外に出て行ってください。3号機のマーク2には。ロベルトはどうした。交代するぞ。どうした、ついてこないのか。いえ、行きます。モビルスーツを盗んだんですから。学生を見れば反戦主義者だろうって因縁をつけるくせに、モビルスーツさえろくに扱えないんだから。あのチタンズって許せないな。大体地球生まれだけで編成された部隊に何ができるんだ。親父のコンピューターからデータを盗み出しておいたから。Use it.